ここからは船ジャンクション行ってみましょう。釣り船に注目するコーナーです。釣りビジョンがおすすめする各地の釣り船にフォーカスしまして、その船ならではのサービスや魅力をですね、取材映像を交えて紹介していきます。で、今回取材に行ってくれたのはこの方です。小池由衣です。よろしくお願いします。由衣ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。釣りウェーブの頃にね、はい、2回出演してくれたんですけど、はい、その時2回ともね、天候が合わなくて、はい、海がしけてロケ出れなかったんですよね。そうなんですよ。今回はまあ、乗れたかどうかは VTR でちょっと見て確認してください。はい、OK。 念願のね、船釣りロケは実現できたんでしょうか。できたのかどうか。おはようございます、小池由衣です。今日は大原港にやってきました。大原港、すごくたくさんの釣り船があって、ちょっと迷っちゃうかもしれないので、あらかじめ最初にこうアクセスの場所とかを確認しといた方がいいかもしれません。ちなみに私は秀丸さんに乗るのですが、近くに大きな漁協があります。こちらを目印にしていただけたらわかると思います。では早速受付の方をしていきたいと思います。お願いします。今日、はい、おはようございます。今日イサキで乗ります。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。で、乗船名簿をこれでお願いいたします。はい、へー、 QR コードで乗船名簿を登録するんだね。はい、一回登録すると次回から簡単にできます。なるほど、 IT 化ですね。そしてキャッシュレス、はい、レンタルとか仕掛けもたくさん置いてあります。お、これは優しいね。しかも結構いい釣り具置いてありますね。はい、手ぶらで行けますね。それは楽ちんですよ。じゃあ、小松の釣りのインストラクターの資格を持った船長さんだそうです。やり方ですけど、上が3分の1、このぐらいですね。いまだにね、カゴのスペースの開け方どのぐらいが適切なのか僕いまだによく分かんないから、あえて教えてくれると嬉しいね。はい、秀丸さんは固定してあるので、結構もう入れたらすぐ閉めてできる感じになってます。うん、お、釣りに行けてよかったですね。はい、もう本当にさあ、いよいよ釣り開始ですね。イサキ釣りはやったことある？2年ぐらい前に1回だけやったことがあって、その時も結構釣れました。あ、そう、じゃあ今回はこれは自信ありげな感じですね。あ、でもちょっと不安でした最初。来た、ね、超安心した。めっちゃ引いてる。これもしかして朝市？朝市です。人流し目？もう人流し目でしたね。最高じゃないですか。イサキだ、やった、本命ゲット。安堵の安堵でした。もう、あ、いいイサキ、肩もいいじゃん。はい、今日お目当てのイサキ釣れました。やっぱ楽しいな、久しぶりにちょっと釣りに行ったので、久しぶりの引きを体験できました。じゃあちょっとね、どんどんね釣っていきたいと思います。頑張って。あ、来た。すぐじゃん。めっちゃ釣れるじゃん。めっちゃ釣れるじゃん。この、あ、でも岬かな、同じ感じがする。さあどうでしょう。アジだ。ちょっと待って、アジですか。待って、2匹。ちょっと待って。かわいらしい、マジでも2点掛け、素晴らしいですね。わー、おっきい。え、シマアジ釣れたの、隣の人。はい、結構大きい。うわー、これは嬉しい高級魚ですね。アジだね。引っかかってる。すごいね、これ同じ棚狙ってるとこうやっていろいろ釣れるんですか。そうです。小アジが続いたので船長にアドバイスを聞けました。私、棚合ってますかね、大丈夫ですか。棚は合ってますね。アジが、アジが食うのは、アジも一緒に食うんで、イサキとかポロポロ上がってくるんで、シマアジもその中にいます。はい、じゃあ粘って釣ってたらまた何かかかるかもって感じ。しゃくりは結構頻繁にやった方がいい。そうですね、誘わないと釣れないんで。そうなんだ。仕掛けを縦にこう動かすような感じで。縦に、はい、
ゆっくり。ゆっくり、はい。ゆっくり、わかりました。ちょっとゆっくり、今ちょっと早かった気が自分でするので、はい、ちょっとゆっくりやってみたいと思います。ありがとうございます。いろいろやってみて。店長が言ってた通りにちょっとゆっくりめにしゃくってみたいと思います。あ、来た。あ、来た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 。いいね、こう人の釣り見ながらこう自分もやってるような気になりますね。それなんだ。釣れたー。シマアジ。シマアジ。はい、釣れました。やったじゃん。おいしそう。すごい、私このサイズのアジ釣ったの初めてかもしれない。さっきのやつみたいな。シマアジ初めて釣りました。シマアジはお寿司屋さんで高いですよ。そうですね、うん。先のポイントに、はい、ポイントに移動しました。13から10。結構浅いんだね棚。結構この辺はずっと浅めでしたね。へえ、釣りやすそう。当たりも分かりやすいしね、はい。あ、なんか釣れた。お、来たよ。釣れた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 。ちょっと待って、行かないで。もう逃げちゃう。もう何回か逃げてたので、うん、バラシ続くとね。そうそうなんですよ。絶対取りたいっていうことになる。もう取りたい、うん、やったー。ちょっと逃げないで、お願い。お願い、お願い。いいサイズじゃん、イサキ。出た。さっきのシマアジぐらいの長さありそうですね。言われた棚のとこでちょうどかかるんですよ。だから棚合わせるのって本当に大事なんだなと思いました。そうですね。お、いい当たりが。来た。今。やりたくなった。とっさにグイって合わしちゃった。針は何本ですか？あ、2匹ついてる。3本。3本針？でもちっちゃい。わー、2点掛け。わー、ダブルイサギだ。いいじゃない。たくさん釣れました。もうすごい誇らしげな顔しますね、はい。もう楽しさと安心で、うん、美味しい魚ばっかりだ。これから帰ったらこんな風にハンドソープやお水まで用意してくれるサービスがあります。あ、嬉しいね。いいですね。港の近くの宿には会員の宿泊施設もあります。え、こんな素敵な部屋に泊まれる。そうなんですよ。イサキ釣りが2年ぶりぐらいですごく久しぶりだったので、釣り方をちょっと忘れていたんですけど、すごくこう丁寧に教えてくださって、はい、ありがとうございました、はい。みんなが釣れてて、釣れない時は棚が合ってないんで、やっぱりその棚に合わせてもらって、みんなと同じ棚でやってもらうと、そこで釣れてきますね。確かに今日、はい、本当に船長が言った棚に来た瞬間にビビビって来ることがほとんどだったんですよ。だからなんかすごい的確で、自分もあ、棚合ってるんだなってい う, こう安心感というか、すっごく楽しかったです。お子さんとかも参加できるんですか？小学生以上から乗船できます、はい。そうなんですね。やっぱりこれから夏休みもね始まるので、はい、きっとお子さんもね楽しくこう船釣りができたらいいですよね。そうですね。ゆいちゃん、お疲れ様でした、はい。ありがとうございます。乗れましたね、初の船釣り。乗れました。どうでした？すごい乗れて嬉しかったんですけど、やっぱり釣れなかったらどうしようってプレッシャーがすごくてなんかこんなプレッシャー感じるもんなんだなと思いながら、でもやっぱり船長がすごくいろいろこう教えてくださって、しっかり釣果も出たので、でももう大満足するぐらい釣れたんじゃないですか？はい、もう大満足でした。で、秀丸の集合場所ちょっと改めて確認してみましょうか。はい、漁協を目印にして横の取っ手のところにあります、ね。漁協が大きい建物あるんで、はい、まあ分かりやすいですね。分かりやすいと思います。なるほど。で、今回はイサキ五目を釣りに行ったけど、他の釣り物って何があるの？はい、天山鯛、ヒラメ、ハタ、エギダコ、フグなど、いろんな種類の、あのお魚が釣れます。さすが大原港ですね、はい。
いい魚ばっかりじゃないですか。そうなんですよ。へえ、そうか。で8月には出水市大原港一つ天山台釣り大会が開催されます。大原の釣り大会はすごく人気で、もうほんとすぐに満席になってしまうので、興味のある方はぜひ参加してみてください。いや、これはね、腕試しとしては最高ですよ、はい。いやー、釣りビジョンのホームページ見ていただきますとですね、毎日全国各地の船から届く釣果情報、最新のものがね更新されていますので、そちらぜひご覧ください。ということで、ゆいちゃん初の船釣りロケ行けてよかった、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。またお願いします。以上、船ジャンクションでした。